今日のコメント、いつも頑張っていますね。ハルカップさん見て宿題頑張ります。君も宿題やって頑張ってるじゃん。どうもハルカップです。皆さん今のアリプギャー見ていますか？全地方が舞台になっていて、各キャラの再登場がたくさんあったりして、過去シリーズの伏線も回収するんじゃないかって期待されていますよね。スー君は今のアリポケの回収されてほしい伏線とかある？僕はやっぱり月光河が今何してるか気になるかな。おお、まあそうだね。彼がアニメに出ちゃうと僕がナンバーワンになれないからさ。理由がドロドロ。そこで今回はアニポケの未回収の伏線を新聞印風に書いたファートを見ていきたいと思います。では関係ないけど、今1日3本投稿してるんだけど、久しぶりにチャンネル登録の比率を見たら、してない人 89% だった。裏のコメント管理のところでチャンネル登録してる方、してない方は見えちゃうから、ぜひしてない方よかったらしてください。というわけでよかったら最後まで聞いててください。アニポケの未回収の伏線を新無印風に書いたファンアートがすごすぎる件について、今回紹介するのはアニポケの未回収の伏線を新無印風に書いたファンアートです。こちらの方が書かれたものなんですが、すごく素敵だったので、いくつかご紹介していきたいと思います。また今回紹介する他にも Twitter にはたくさんのイラストが上がっていますので、気になった方はぜひ概要欄から飛んでみてください。それでは許可いただいてますので見ていきましょう。まずはこちら、これは来週のアニポケでもう決まっているんですが、デンジとサトシのバトルシーンですね。アニメのシーンが公開される前に書かれたようですが、マジで本物のアニメのシーンみたいだなと思いました。レントラーとルカリオがかっこいい。てか地味にレントラーとルカリオ使うことあってんのすごくないですか。次はこちら、メガルカリオとサトシですね。サトシのルカリオはメガ進化するんじゃないかと言われているんですが、実際にメガ進化した姿を書かれています。ちなみに背景は本物のアニメのシーンを使用しているようです。サトシの胸にネックレス型のキーストーンをつけていますよね。なんかサトシは帽子にキーストーンをつけそうなイメージ。メガルカリオもめちゃくちゃかっこいいですね。次はこちら、ここからとなぜか XY のサトシですね。ここからはガルド地方でサトシがウオロラゴンをゲットした時に出てきたポケモンです。非常にサトシの頭の上に乗っていましたし、アニメのオープニングにも手持ちポケモンと一緒に映っていたので、いずれサトシがゲットするんじゃないかと思っています。 XY のサトシはここからと似合うから書かれたようですね。まあ確かに合ってると思います。次はこちら、サトシのピジョットは初代無印編でゲットしたポケモンです。そのピジョットとの再会シーンを描いたものですね。これはすごいですよね。ピジョットはマサラタウン新たなる旅立ちという回で、サトシ一行がオレンジ諸島に向かう際、トキワの森で鬼スズメの群れから仲間を守るためサトシと別れたんですが、その後一度も登場してきていません。しかもすぐ帰ってくるからとピジョットに言っていたのに、こんな風にピジョットが出てくる時が来るといいなと思います。以上ですが、どうでしたか？どのイラストも本物かと間違えるぐらいすごいなと思いました。とまあこんな感じでサトシの未回収の伏線を新無印風に書いたファート紹介でした。ちょっと心がしたチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でせーのグッディー。